初めにですね、空き家と除却にかかる土地の固定資産税等の減免制度の概要につきまして、ご説明いたします。資料の1ページをご覧ください。空き家などを取り壊し更地にすると住宅用地、特例の適用がなくなり固定資産税及び都市計画税が高くなることが空き家などが放置される要因の一つと言われております。そのため深谷市では地域の生活環境の改善を図ることを目的に老朽化した空き家などを取り壊した土地について住宅用地特例が適用された場合と同様に固定資産税等を減免し老朽化した空き家などの解体撤去の促進を図ります。主な要件としては取り壊した空き家などが昭和56年5月31日以前に工事着手した住宅、いわゆる旧耐震基準の住宅であり、令和2年1月2日から5年以内に空き家などを取り壊した土地でございます。この減免制度の対象者は空き家などを取り壊した土地の所有者または管理者であって市税に滞納がない方であります。先ほど説明した減免内容については資料をご覧ください。また減免期間は空き家などを取り壊すと翌年度から住宅用地特例がなくなりますので、その住宅用地特例の適用がなくなった年度から3年間とし令和3年度の課税分から適用いたします。空き家がそのままとなっている理由は様々で、一つの施策だけで解決するものではありませんけれども、まずは今回の減免制度を空き家除却の優遇措置として実施してまいります。次に深谷市国民健康保険における傷病手当金、傷病見舞い金の支給につきましてご説明いたします。資料の3ページをご覧ください。深谷市国民健康保険では新型コロナウイルス拡大防止の観点から新型コロナウイルスに感染または感染の疑いがある被保険者のうち被用者すなわち雇われている人が仕事を休みやすい環境を整備するため傷病手当金を支給いたします。さらに深谷市では被用者ではなく傷病手当金の対象とならない個人事業主等である被保険者に対しましても新型コロナウイルス感染症に感染した場合に安心して仕事を休めるよう市独自の制度として傷病見舞金を支給いたします。まず傷病手当金の内容でございますが、被用者に対し新型コロナウイルスに感染したまたは感染の疑いがあることにより仕事を休んだ場合に傷病手当金を支給いたします。支給金額は国の基準による計算式で算出いたします。次に傷病見舞金の内容でございますが、深谷市では個人事業主等である被保険者に対し新型コロナウイルスに感染した場合に傷病見舞金を一律20万円支給いたします。支給金額につきましては傷病見舞金の対象となる個人事業主等については被用者とは異なりさまざまな就業形態があるため一律といたしました。なお適用開始日でございますが傷病手当金傷病見舞金とも令和2年1月1日に遡り支給いたします。次に子育て世帯に向け、子育て世帯向けに地域通貨ネギを支給につきましてご説明いたします。資料の4ページをご覧ください。新型コロナウイルス感染症の拡大により経済的に影響を受けている子育て世帯の負担の軽減と地域経済の活性化を目的に子ども1人当たり5000円分の地域通貨ネギを支給いたします。対象の子どもは平成17年4月2日以降に生まれ、かつ令和2年6月30日の時点で深谷市に住民登録がある子どもで約1万8000人を見込んでおります。配布につきましては対象の子ども1人当たりカードタイプの地域通貨ネギを5枚、
5000円分を世帯ごとにまとめて保護者宛てに郵送で7月下旬に配布いたします。なお地域通貨ネギーは市内の取扱店舗で使用することができ、使用できる期間は8月1日土曜日から9月30日水曜日までであります。この事業の予算額は1億397万3000円となっております。市では地域通貨ネギーを活用することで子育て世帯の負担軽減はもちろん、地域内での経済を循環させ市内の事業者支援にもつなげる取り組みとして実施してまいります。次に深谷の子6つの誓い鉛筆につきましてご説明いたします。資料の5ページをご覧ください。深谷の子6つの誓いは平成27年度から渋沢栄一王の心を受け継ぐ深谷の教育で取り組んできたもので、立志の精神が3項目、中女の心が3項目にあり、3項目あり、子どもたちの望ましい学習生活習慣づくりを目指すものであります。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う3ヶ月に及ぶ臨時休校のため、子どもたちの基本的な習慣形成が崩れているのではないかとの懸念があり、市内の花園小学校ではこのことを課題に学校 PTA 学校運営協議会が協議を重ね、学力向上の基礎として鉛筆の正しい持ち方を定着させ望ましい習慣形成を図るため、深谷の子6つの誓い鉛筆を作り全児童に配布することにいたしました。深谷の子6つの誓い鉛筆は立志鉛筆と中女鉛筆の2種類があります。立志鉛筆は六角鉛筆の3面に深谷の子6つの誓いの立志の精神の言葉が入っており、4年生から6年生に配布します。そして中女鉛筆は六角鉛筆の3面に深谷の子6つの誓いの中女の心の言葉が入っており、1年生から3年生に配布します。どちらも配布は6月下旬を予定しております。学校では言葉の入った面を親指と人差し指で持つことで正しい鉛筆の持ち方の定着を図ります。その際学校で制作した鉛筆の持ち方動画を見せながら指導を行います。子どもたちがこの鉛筆を使い深谷の子6つの誓いを常に目にすることで子どもたちの意識を高め望ましい習慣形成を目指します。子どもたちの健やかな成長には望ましい習慣形成が大切です。今後は深谷市内各学校の PTA 等が会議を重ね全学校展開につなげていけるよう子どもたちの深谷の子6つの誓いを支援してまいります。次にふっかちゃん&渋沢栄一ポロシャツ T シャツ2020につきましてご説明いたします。資料の6ページをご覧ください。深谷市と深谷市地域振興財団では、2021年の NHK 大河ドラマの主人公、そして2024年に発行される新一万円札の肖像となる渋沢栄一王をオール深谷の一体感で応援するため、栄一王と市イメージキャラクターふっかちゃんのデザインが入ったポロシャツと T シャツを作成いたしました。はい、来ました。ポロシャツと T シャツの左胸には渋沢栄一王とふっかちゃん、深谷駅のイラストが入り、左袖には深谷市のシティプロモーションロゴマーク、そして、背中には渋沢栄一王のデザインを採用しております。ね、同じ、俺も着てきたんだ、脱いじゃう、同じ色、はい。市職員は毎週火曜日に実施中のふっかちゃんクールビズデーなどで着用して深谷の魅力を PR していきます。なお市民向けにはふっかちゃんのお誕生日である6月28日から深谷ビッグタートルなどで販売を予定しております。そしてこのポロシャツと T シャツの売上金の一部は新型コロナウイルス感染症の対応を行っている
深谷赤十字病院へ寄付させていただきます。ふっかちゃん&渋沢栄一ポロシャツ T シャツ2020で深谷が一体となり、渋沢栄一郎を PR するとともに深谷の夏をクールに盛り上げています。次に渋沢栄一アンドロイド除幕式を開催につきまして説明をいたします。資料の7ページをご覧ください。株式会社ドトールコーヒーの鳥羽博道名誉会長のご発案で制作を進めておりました渋沢栄一アンドロイドを7月3日金曜日に一般公開いたします。なお一般公開に先立ちまして制作にあたり多大なご寄付をいただきました鳥羽会長をはじめアンドロイド制作の監修をしていただいたアンドロイド研究の第一人者でもあります石黒博士大阪大学教授などを来賓にお招きし6月30日火曜日に除幕式および記者発表会を開催いたします。除幕式および記者発表会の詳細につきましてはお手元の資料の通りでございます。またアンドロイドの一般公開につきましては新型コロナウイルス感染症拡大防止のため事前予約制を導入し見学者の人数を制限した上で7月3日金曜日から段階的に実施してまいります。ぜひアンドロイドとして現代によみがえった渋沢栄一郎の姿や声を渋沢栄一郎生誕の地である深谷でご覧になっていただきたいと考えております。そしてアンドロイド公開に関連いたしまして渋沢栄一記念館の再オープンおよび新型コロナウイルス感染症対策による館内の観覧方法の変更につきましてご説明いたします。資料の8ページをご覧ください。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館しております渋沢栄一記念館は3つの密を防ぐための通常の対策に加え事前予約システムなどを導入した上で渋沢栄一アンドロイドの一般公開と同日の7月3日金曜日に渋沢栄一記念館資料室の一般公開を再開いたします。来館を希望する方は希望日の2日前までに深谷市ホームページまたは電話にて事前予約をした上でご来館いただければと考えております。なお密集を防ぐための当面の間団体の受付につきましてはご遠慮いただいております。予約は6月29日から受付を開始させていただきます。ご来館いただく方にはご迷惑をおかけいたしますけれども新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐという趣旨をご理解いただき3つの密を防ぎながらご来館にご協力いただければと考えております。本日は以上でございます。よろしくお願いします。